こんにちは、さくです。今回は、ある意味怖いって何？音ゲーである意味怖い画像動画を募集した動画がありまして、第2弾になるんですけど、それの発表ですね、やっていきたいと思います。前回と同様に、いろんなね、怖いものが出てくると思うんで、第1弾のね、リンク、概要欄に貼ってあるんで、ぜひ、第1弾見てないよって方は見てください。さあ、とりあえず見ていきましょうか。1人目ですね、見ていきましょう。こちら、ある意味怖い画像ということで見ていきましょうか。プロセカですね。警告。もう警告の時点でちょっと怖いんだけどね。節電行為、もしくは、不正行為が連続で検出、連続で検出されたため、ランクマッチ機能一時、制限させて、あ、俺もこれ出たことあるんだよね。機能制限解除まで。これ、これってさ、秒だよね、ここ。ここ秒だよね。32秒だよ、これ。59分ってやばくない？ 59分ってやばくない？俺ってさ、10分とか出たことあるの？10分だっけ？ 10 分出たことあるんだけど、59分って相当じゃない？そんなにできないことある？連続で検出され、俺もこれ出たんだけどさ、同じ文字。俺10分だったんだよね。59 しかもここ0がさ、2つあるってことは、これ本当に24時間とか56時間とかさ、できないとか表示できるってことだもんね。やばいね、そう考えたら。でも後ろにエナナいるからちょっと癒される。はい、1人目の方ありがとうございました。これ普通に、なんつうんだろうね、警告って出される時点でもうホラーだよね。普通にホラーっていうね。さあ、2人目見ていきましょうか。待ってね、文章読むね。DM 失礼しまーす。なんか怖い画像とかね、それすねーぬー。もうこれがホラー。もうこれがホラーなの。ね、見ていきましょうか。もうすでに怖いよ。人形が喋ると怖いね。待って！メイコ！お腹すいた。嘘！これコラ画像、コラ画像じゃなさそうなんだけど、これ待って、やばくない？ミクちゃん、これだってエリアイテムのミクちゃんでしょ？こんなちっちゃくないよね。等身大、ヌンちゃんって誰？ルカちゃんのさ、顔ぐらいしかないもんね、これ。これガチバグなのかな？メイクお腹すいた。何？どういう世界観なの、これは。アーニャピーナッツが食べたいだと面白くなってたけど、普通にずる、これ怖いんだけど。さあ、2枚目見ていきましょうか。こちら、やばい。これはちょっと、待って、待って。鳥肌立った、今。普通に鳥肌立った。ガチで。待って。これ、ちょっと待って、これなんでこの誰もいない世界プラス、これ怖い、みんな、怖い、これ。ねえ、ルカって。ルカって言ってるじゃん、これ。ミクちゃん、しかもさ、このミクちゃんは、ニーゴミクじゃないのよ。ルカちゃんが話してるわ、ニーゴミクでしょ？このエリアのミクちゃんさ、ルカのこと呼んでるってことは、いつもさ、ルカちゃんはこのミクと仲良くしてるんだけど、仲のいいニーゴミクが来た瞬間、こっちばっか話すから、これ。ねえ、こっちとずっと話してて寂しいみたいな感じになってんのかな。で、恨み節になんか意地悪してくるみたいな感じ。それだったらやばいよね。なんかちょっと自分で怖くすんのも良くないね、これ。話作って勝手に。はい、ということで2人目ありがとうございました。これ普通に怖かったな。2連続で普通に怖いの来たな。これ鳥肌立ったわ。はい、3人目見ていきましょうか。お、ハニプレですね。ある意味怖かったです。見ていきましょうか。ある意味怖かったなんで、パッと見じゃ分かんないと思うんですよ。怖いか、これ。これ怖い？心霊写真みたいな感じかな。そういうことだ。ごめん、待って、やばいわ。ハニプレ知らない人のために言うけど、フチが、レインボーのやつは星4か5なんですよ、確か。なんで、4が、4が当たって、5が当たって4が当たってんだよね。しかも全部セナちゃんだし、ダブってんだよ。3連続セナちゃん。やばいね、これ。いろいろ重なりすぎ。普通にね、星4のセナちゃん、星4のキャラクターってめちゃめちゃ出にくいんですよ。で、その上の星5があって、これはもっと出にくいんですけど、普通に星4でも出にくいから、これをしかもセナちゃん3体で当ててて、2回連続でね、同じキャラ当ててる。これちょっとね、ある意味怖えわ、確かに。はい、3人目の方ありがとうございました。これもね、普通になんつうんだろう、引き運の凄さに、怖かったですね。さあ、4人目見ていきましょう。こちら。画像サイズが違うのはすいません。なるほど。確かに全然違う。さあ、こっち見ていきましょうか。こちらも間違い探しですね。手じゃないよね。これ手じゃないよね。
まあ、ひとまずそれは置いといて。なんかわか、待って、これあれさ、あれじゃない？人が全然いないってことじゃない？モブキャラが後ろ向いてるだけだもんね。これ振り向いたらのっぺらば、待って。やめよう、そういうの。ね、自分で怖くしていくのやめよう。ってかさ、このさ、エリア内にさ、音楽ショップに誰一人もいないって俺、今までなかったんだけど。フォトショップでカトゴしたとかじゃないよね。これ、やばくない？俺、誰もいない世界で誰もいなかったことすらないんだけど。あったっけな？ショップでさ、誰もいないの初めて見たんだけど。マジか。続いて見ていきましょうか。これなんだ？これなんだ？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 どこら辺が怖いんだ？これもね、なんかね、あれじゃない？間違い探しみたいな感じかな。これかな？このボタン押しながら。違うよね。何？あ、わかっちゃったかも。わかっ、これなのかな？でもちょっと待って、鳥肌立った、普通に。これかもしんない。これさ、映ってるじゃん、誰か。カイトくんかな、これ。ちょっと間違ってたら、カイトくん、こんなとこいたっけな。ちょっと映ってんだよね。ひょっこりはんするにしても、もうちょっと出てきていいよ。はい、ということで、1枚目の画像がちょっと怖かったですね。2枚目はなんかね、ひょっこりはんしてて、ちょっと可愛かったですね。まあ、これなのかも合ってるかわかんないんだけど。さあ、最後見ていきましょうか。こちら。分身の術。こっち何のゲームだろう、わかんないな。アンスタか何かかな。ちょっと間違ってたら申し訳ございません。あー、やべえ。やべえ、これ。待って。待って、これやばい。ねえ、これさ、やばいよ。何これ、何これ。肩が、4つあるし。しかもさ、これ、ちょっと、やばい、ちょっと待って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 。こっちにっこりしてんのよ。にっこり調査隊してんのよ、こっちににっこり。こっちさ、真顔なの。これどういうこと？もうマジ怖い。もうやめて、本当に怖いから。やめてって、俺が募集したんだから、そりゃ、ねえ、誰も悪くない。俺が悪いんだけど。待って、これ怖い。もうよくさ、この平然な顔していられるよね。